いやいやいや、なんかすごいサイコパスなんですけど、この人。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、棚田の洞窟って言ったよね、なんか。はい、それじゃあ、秘術空渡りで、花田シティに向かいましょうか、とりあえず。花田シティどこ？この先か、ニビシティの先？花田シティって結構遠かったんやね。意外と、もっと近いかと思っとった。はい、花田シティ。で、花田の洞窟っていうのは一体、何これ？見てこれ、見てこれ、これ。なんか、ルージュラ。あ、このコーチトレーナー。ん？あんなとこにあの場所あったっけ？これあれかな？このルージュラの、ついてる人。これが、あれじゃない？そのなんか、何やった？ マスタートレーナーやったっけ？なんかその、これは向こうから泳いでくるってことかな？なんかその一匹のポケモンだけにこう、秀でとる人、突出しとる人、なんかそういうのが、現れるようになるみたいなによってやん。それじゃない？なるほどね。ああいう感じなんや。頭のほろ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 。たまたまや。へえ。なんかあの上に出てるね。吹き出しの中のこの絵がさ、昔のポケモンのやつと一緒っていうのがね、このドット絵。めっちゃ良くない？ めっちゃ良くない？なんか、うわ、懐かしいってなる。はい、じゃあここから水走りで。行きましょう。さーて、お、ここはニョロボン。ねえ、これ、昔のままのドット絵やろ。もうなんかすごい好きなんやけど。めっちゃ好きなんやけど、どうも。やあ、チャンピオン。君ならこの洞窟へ入っても OK だ。花田の洞窟には恐ろしいポケモンがいるとかいないとか。俺はただの見張りだからよく知らないんだがね。ここが花田の洞窟か。なるほどね。恐ろしいポケモン？にゃーっとびっくりした。めっちゃびっくりした、今。何かと思ってよ。これはもう捕まえとるやつやけん、いらんね。逃げまーす。なんかすごいキラキラしとる、オーロラみたいな感じ。はい。水走りで行きます。さあ、どこに行けばいいんかな。とりあえず一番近いところに降り立って、ああ、迷子になりそう。ポイントマックスを見つけた。びっくりした。何が現れたかと思ったよ。とりあえず、こうね、動いていくでしょう。お、なんか落ちとる。お、なんか、道具いっぱい落ちとるね。回復の薬。いいやん、いいやん、お得やん。はい、そしてこっちが、元気の塊。もうなんか、ポケモンが目の前におるっていうのを全く普通に無視して。うー、ラッキー。あ、あっちにもアイテムあった、なんか。ちょっと待ってね。あ、こっちにもアイテムあるな。私、メタモンって捕まえとったっけ？もうなんだかよくわからなくなってきたわ。お、元気の塊。そして、なんかこっちの方にもさ、アイテムありそうじゃない？ここ、どこに行くんやろ。さっきのとこやね。さっきのところやね。ゴールドコロン。じゃ、次こっちに行けばいいかな。どこに出るかな。お、もうなんか私、アイテム拾いの旅しよるみたいな感じやね。私は一体この洞窟に何をしに来たのかしら。お、びっくりした。お、あっこにもアイテム落ちとる。結構なんか上と下を行ったり来たりしよう。うっと、ベロリンガー。ベロリンが捕まえとった、私。捕まえてなくない？ほら、捕まえてない。よっしゃ、こーい。ちょ、待って。 よっしゃ、こーい。イエイ、グレイト。私、あのね、ポケモンスタジアム、私の6用のゲームのさ、ポケモンスタジアム、金、銀やったっけ？普通の方かな。あの、ベロリンガのお寿司のやつがめっちゃ好きやったんやけど、ミニゲーム。お、カビゴンレベル70、76やった。76。ベロリンガ、舐め回しポケモン。2メートルもある長い舌は前足より器用に動かせる。舐められるとなぜかしびれてくる。うわー、嫌だー。
でも可愛いよね。ほっぺたぐらいなら舐められたい。はい、そしてこれが不思議な飴。いいね。楽にレベル上げができる道具。え、これは私今これから来たっけ？どうでしたっけ？ちょっとよくわからない。これから来たんかな？ってことはこっちに下がってったんでいいんか。ん？ここから、あ、うん、そっかそっか、あっとんか。で、これ。なんでも直し。なんかここのさ、左端にあった、なんか二つのはしご？あっこにたどり着かんといかんのじゃないかなとなんか思うんやけど。あら、ここまで戻ってきてしまったな。え、どこに行けばいいんやろ。ちょ、待って。ちょっといまいちよくわからんぞ。ここはもう来たところ？え、来たっけ？来たような気がするな。うん、来たね。え？あ。でもまだ。お、ハイパーボール5個やったね。補充補充。こっちの端っこのところに行きたいんやけど、そこに行くには、これのさらに左やったんかな？あ、違う。違うとこに出たわ。なんか、ああいうちょっと隔離されたようなところってさ、てあ、こういうさ、ちょっと隔離されたようなところってさ、なんか大事な場所に繋がっとる感じがせん？ほら、なんかイーブイがなんか言い出したよ。何？イーブイはただならぬ雰囲気を感じておずけついてる。え？ここか。ここにおるんか。その恐ろしいポケモンというやつが。どこやどこやどこや。え？どこですか？います？本当に。え？ちょっと待って、そこに。アイテムゲット。大事。穴抜けの紐。よしよし。まあ、穴抜けに紐があったらね、一瞬で洞窟から出れるけん。助かるー。さあ、そこにもアイテムがあるけんさ、それをちょっと取りたい。んで？あっちに繋がっとんやね。はい、回復の薬ゲットー。どこにおるん、ポケモン。おらんくね？え？おらんくね？こっち？あ、水走りで渡っていく感じ。ピーピー、え、なんかちっちゃくない？誰君？巨大化した。びっくりした。ちょ、囲まれてる。のいてくれ。超邪魔なんですけど、びっくり。えい！はい、ここから、違う。ここから、はい、水走りで移動するわけね。なるほど、行こう。ここか。はあ、ちょっと鳥肌立ったんですけど、いる。来ちゃったよ。よし、来い。ミュウツーが現れた。よし。え、でもさ、これさ、みんなさ、ミュウツーのためにマスターボール取っとったりとかするやろ？するやろ？しかしね、あれやん。なんというか、あれやん。これさ、私いつも一発目ね、ボール外すんよ。それマスターボール外したら終わりじゃない？怖くない？え、怖すぎよね。それはもう、だって私ね、この相手の動きを止めたりとかできるように、木の実で。止めたところで、全く違う方向にあっちがね、あー、ピカチュウ！マジで？強くない？レベル20ぐらい差あるよ。え、どんだけだ。え、怖い。待って。カメックス行こう、カメックス。え、なに？どうしたの？ミュウツーにレベルは関係ないの？え、怖っ。つら。メガ進化しよう、メガ進化。メガ進化からのハイドロポンプで。いや、噛みつくの方がいいんか。エスパーには、アフ？いや、ゴーストか。ミュウツーボケないで。ミュウツーボケないで。なんなんや、私はもうちょっとなんか動き回ってくれた方が逆に当たるんかな。怖いよね。
おお、いい感じいい感じ。それちょっと噛みついてみよう。ちょっと待って、自己再生とかやめてよ、マジか。あ、つらい。これ結構回復されそうな気が。ですよねですよね。いやでもここで、あ、効果抜群。やっぱり効果抜群やった。よし、いけ、もう一回噛みついていけ。ちょっと待って、めっちゃ回復しまくりやん。永遠にこれを繰り返すんじゃないかと思うよね。よし、ちょーい、本当に永遠に繰り返すんじゃないこれ。しかもちょっとずつちょっとずつさ、回復した後の体力増えてきようよね。もうやめようよ、そういうそういうさあ、そういうさ、なんかちょっと粘るの。ちょっとここはさ、どうな、ハイドロポンプ、冷凍ビーム、冷凍ビーム行こう。何、そのタイミングで、そのタイミングでサイコキネシスに移るの。なら噛みつけばよかったやん、私普通にさ。でやるやろ、どうせ次自己再生してくるんやろ。ほらほら、もう絶対してくると思った。さっき噛みついとけばさ、やっつけれとったやん絶対。うつらーい、つらいよー。急所に当たればいいのに。サイコキネシス、おお、来た来た来た、これいけるよ私。あ、ちょっと待って、こっちもこっちもいかれそうやった今。よっしゃ、効果抜群、やったやんやったやん。ミュウツーを捕まえるチャンス、動かないでいただきたいよね、やっぱり。どうするどうする、とりあえずハイパーボールちょっと行ってみよう。あ、ほらほら、これがマスターボールやったらもう終わりやけんね。これマスターボールやったらもう終わりやけんね。つら、今のあれで終わりやったけんね。ふう、ないわー。てか思うんやけどさ、ミュウツーってマスターじゃないわ。ミュウツーってハイパーボールで捕まえれるの。何、そこないよね疑問。捕まえれるんやったら捕まえたくない、これで。え、ちょ待って、何なの。少し落ち着く、少しね。これは投げるんじゃないよね、使う使う。落ち着いた、落ち着いてくれた。今のがマスターボールならできたよね。 OK やったんやね。マスターボールで、マスターボール使います、使いますか、使いましょうか。ちょ待って、もう一回。じゃ、違う、ナロナロミ落ち着かせよ。ちょ待ってね、はい。え、落ち着いた、ちょ落ち着いた、君落ち着いてないやろ確率に。なに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 、え、なに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 、怖いんですけど。銀のパイルのみ、ちょ道具とかはいいんだよ。銀のズリのみ、あ、これかな。とりあえず真ん中に来てくれるかな。真ん中真ん中で、真ん中。ミュウツー逃げたりせんよねこれ。あーっとさらにそっちに行く感じで、真ん中来て、真ん中真ん中、はい、左に移動しよう。はい、来たー。本当に君捕まえやすくなった、全然わからんけど。ハイパーボールで行くわ、ちょっと怖いから。ちょ待って、めっちゃ弾き飛ばされたやん、ちょっとどんだけよ。めっちゃ弾き飛ばされてやん、超辛いんやけど。びっくりした、捕まえれたかと思った一瞬。ふう逆にびっくりするわ逆にめっちゃびっくりするんやけど。ちょっと待って、金のズリの実はかなり捕まえやすくなるらしいよ。ちょ、これ使おう。どう、捕まえやすくなった君。ちょっと私にはよくわからないけど、どう。てかピタッと止まっていただきたいんやけど。パイルは、あ、これそっか、パイルは道具なんよね。金の7の実かなり落ち着く。はい、落ち着いたね。君さ、なんで動くの
なんで動くの。ちょっと待って、怖い、怖すぎる。やっぱり真ん中に来てから使えばよかったかな。いや違う、真ん中におるときに使ったけど動いたんやわもうちょっと意味がわからない。何、与えても一旦は動くの。なんかちょっとよくわからないんだけど、ちょっと待って、7の実与えるね。金の7与えるね。はい、金の7与えました。だから横に動くなっつうの。いや落ち着いて、超落ち着いて君。はい、落ち着こう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 。そしてマスターボール、あー来たー来たー。ちょっと待って、まっすぐまっすぐ。はい、あ、これ確率に行くやつ。私が何とか関係なくいけるやつ。そう言ってよ言ってよ、外すことないんなら外すことないって言ってくれる。めっちゃ恥ずかしいんやけど私一人でなんかハイパーボールいっぱい使ってさ。やったね、めっちゃ捕まえたよ。なんか一回弾き飛ばされたけど、そういう何そういう見せ方なの。ごめんねピカチュウ、ちょっと一人だけ犠牲になっちゃったけど。ミュウツー来たよ、ミュウツー。ミュウツー、遺伝子ポケモン。ミュウの遺伝子とほとんど同じ。だが、大きさも性格も恐ろしいほど違っている。まあ、確実に違うよね。私、映画のミュウツーの逆襲とか見たけど、ミュウめっちゃ可愛かったけど、ミュウツー怖かったもん。俺様系やったもん、なんか。やったよー、ミュウツーゲットしたよー。そう、ミュウツーの逆襲ね。あれよね、また新しくなって、映画化されとんやろ？されとる？されるんやろ？いや、なんか見に行きたいよね。ごめん、イーブイの反応見てなかったわ。イーブイの反応あんまり見てなかったわ。ちょっと待って、穴抜けの紐使おう。もうこっから出ていくのは穴抜けの紐使わんと絶対私迷うわ。はい、穴抜けの紐。使いまーす。いやー、ミュウツーが私の手に。素晴らしき。おー、なに？おー、やいなー。なになになに？あ、もしかして、例のポケモンもう捕まえちゃった？捕まえたよ。そっか、ミュウツーっていうのか。てか私伝説のポケモンバシバシ捕まえていけるけどさ、ごめんね、全然捕まえてないやろシゲルね、俺もあのお姉さんも先越されちゃったな。あのお姉さんって何、誰？え、ああ、強いポケモンを探してるワイルドのお姉さんがいたんだ。ミュウツーのことじゃないかな。さてと、じゃあこれあげとくな。ワイルドなお姉さんとは。おお、穴抜けの日もありがとう、助かるよ。お姉さんもさっきここに入っていったんだ。きっとまだミュウツー探してると思う。よかったら見せてあげなよ。へえ。え、もう君はいいの？見ない？見ないの？で、ちょっと見に行ってみよっか。ワイルドなお姉さんとは。ちょっとよくわからんけど。え、その辺におるかな？さっきまでここにいたのね、みたいな感じで、そこにおったりとかする。え、しなさそうな気がするよ。あ、おった！え、これ？誰？祭りか？え、誰？誰？誰？いて！モンスターボールが飛んできた。やめてよ、私ポケモンじゃないよ。あ、あれ？ポケモンじゃなくて人だ。ごめん、暗くてポケモンと間違えちゃった。なんなの？誰なの君？ブルー？ブルー？こんにちは、ブルーです。ブルーって女の子やったん？女の子やったっけ？男じゃなかったっけ？まさかそっちもその、あれ探しに来たの？そう、あれ。そう、ミュウツー。チェ、知ってるんだ。捕まえちゃった？悔しい。私が捕まえるはずだったのに。モンスターボールで無理よ、絶対。何？え、戦い？え、戦闘突入ですか？ポケモントレーナーのブルーが勝負を仕掛けてきた。ブルーかわいいやん。お、ピクシー。使うポケモンまで可愛いんか。よし、ちょっとりあえず最古記念室イエイイエーイ。そんなものを使ったところであと一発なんだよ。サイコウェーブ、いいね。何匹持ったんポケモン。ちょ、確認してなかった。何体何体。キュコン。じゃあちょっとカメックスで、あ、6匹全部持っとんや、マジか
カメックスね、ちょっと体力ギリギリやけんねん。ちょっとこの状態で出すの申し訳ないけど、申し訳ないけれど、まあでもきっと一発やろうけん、頑張ってカメックス。ハイドロポンプ、これで一発じゃなかったらめっちゃ悲しいことになる。うわー、一発じゃなかった、マジか。しかも破壊光線使ってくるの、ごめんねカメックス。あー、1耐えてくれるかと思ったけど耐えてくれなかった。くっ、ミュウツーとの戦闘で傷ついた状態だったから、ギャラドス行こう、頑張ってこう。ハイドロポンプ、なぜ当たらない、当たれよ、もう一回。あー、やめてー、ギャラドスは結構レベル近いけんな。あ、でも全然大丈夫、余裕余裕、いけハイドロポンプ、イエーイ。さあ次はこっち2体倒れとるけんね、ピカチュウとカメックスっていう、カメックス、カメックスやね。ガルーラ、このまんま行こう。ガルーラ何タイプ、ノーマル、地面、それは勝手に私が色で判断したけど。よし、ハイドルポンプでちょっと様子を見よう。どうや、ごめんね、お腹の子供直撃。いや、ちょっと待って、雷パンチ、あー雷パンチとかちょっとやめとこう。あ、違う、戦うんじゃなくって、ちょっと待ってね。ゴローン行こう、レベルカンスト。ゴローン行こう、ゴローン、よっしゃー、へっ、全然効かねえよそんなもん。ということで、どうしよう、瓦割り、え、待って待って待って、瓦割り使うの君も。いや、しかし効果抜群だから。さあ次はウツボット、ウツボットか、どうしよう、カビゴン、ミュウ、ミュウで行こう、レベル的に。いや、前の状態やったらリザードンがおったんやけど、ちょっとリザードン外したけんな。よし来い、とりあえずミュウで、どうしよっかな、メガトンパンチ、当たらん。つらい。お、ミュウいいぞいいぞ、ミュウ結構攻撃避けるよね、天才やわ。メガトンパンチ、お、いいぞいいぞ、何パワーウィップって、あ、めっためたやないか、もう全然効いてないけどね。いけ、イエーイ。次は、次はもうちょっとレベル上がりそうやね、ゲンガ、このままでいくよ、頑張ろうミュウ、お互いに効果抜群やろうけんね、よーし、サイコキネシス、いけい、いいぞいいぞ、もうこっちのターンが先やったらもうね。全然余裕だからね。おー、カメックス、そのまんま行きましょう、うん。ピカチュウはちょっとね、今瀕死だから、じゃあこのままミュウで行きますよ、私、イカ様、サイコキネス、サイコキネス、なに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 、ちょっとメガ進化とかやめてよ。メガ進化とかずるい、くっそ、いや、大丈夫だから。ちょっと今一瞬ひるんだけど大丈夫だから。サイコキネッス、ふぅ、一発、
おーマジで褒めてもらおうと、もう褒めるよオミュー、偉い偉いめっちゃ偉い、よくできた子だね。おミューレベル97、あとちょっとやん、100まで、イエーイ。もう何なの何なのと言われ、賞金でかっ、ほぼ2万やったよ今、強い、仕方ないや、これ使っていいよ。アイナ、ミューツナイト X、 ミューツナイト Y をもらって、何それ、え、ミューツーのメガ進化、いいやん、ありがとう。なんでそれだけ持っとった、ミューツー持ってないのに。そうだ、君ミューツーごと私のポケモンになってくれない。はい、ミューツーごと私のポケモンに、私があなたのポケモンに、何言ってんの、ちょっと頭がおかしい、えモンスターボールが飛んできた、どうした、怖い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 っていや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 、なんかすごいサイコパスなんですけど、この人怖い怖い怖い、助けてー、辛い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 、捕まる捕まる捕まる考えておいて、いや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 、なんかモンスターボールめっちゃ撒き散らしてったわ、これは取っていったんでいいのかなこれは回収していったんでいいのかな、とりあえず全部モンスターボールやろ。いやー、なんか捕まるんかと思ってよ、怖い怖い、あんな人が世の中にいるのね。なに、この先もまた出てくるの、あいつ、もう会いたくないよ全然会いたくないよ、怖い、ポケモンにされてしまうわ、人間やのに。はい、穴抜けの紐で抜けまーす。ふぅ、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでミュウツーも捕まえれたし、なんかね、頭のおかしいお姉さんも出てきたしね、怖っ。何を言ってるかよくわからんよね。こんな人がいるのか。